どうぞ。宮崎県宮崎市で行われたセレッソ大阪のトレーニングキャンプ、今回その様子をリポートしてくれるのは、毎度おおきに、私たちたこ焼きレインボー、堀くるみです。清井咲です。よろしくお願いします。ということで今回はセレッソ大阪公認セレジョの私たちが宮崎トレーニングキャンプを徹底的にリポートしていきたいと思います。後ろでは選手の皆さんが今エンジンをね、していらっしゃいますけど、インタビューもさせていただきますので私たちも頑張っていきましょう。はい、楽しみですね、はい、それじゃあ早速行ってみましょう。開幕まであとわずかとあってキャンプのメニューは実践練習が中心。2月22日に行われるヴィッセル神戸との開幕戦に向け仕上がりは万全です。はい、 OK、 超のカメラですね。相手のイニエスタ選手をこうやっぱ自由にするとすごく難しくなるっていうのは、僕が昨年一緒にやってて思うことなので、平常心でプレーすることが一番だと思うので、そういうつもりでやっていきたいなと思います。まず2人がお話を聞いたのは今シーズンからチームを率いるロティーナ監督。宮崎のキャンプではどういうことに取り組んでいますかね。Bueno, un poco poner en forma a los jugadores y poner un poco nuestra manera de que ellos entiendan cómo queremos jugar. Y bueno, estamos avanzando poco a poco. 特に目立った選手とかいらっしゃいますか。Ah, qué jugador. Bueno, hasta ahora un poco los que conocía menos. Akeru no lo conocía. Me está sorprendiendo gratamente. Seguramente es el todos los demás ya les había visto el año pasado, o sea que no hay mucha sorpresa. Bueno, que tiene mucha calidad técnica y tiene físicamente es muy fuerte. セレッソ大阪が目指すサッカーとはどういうものでしょうか。 Bueno, esperamos jugar bien. Nosotros queremos jugar bien para que a nuestra afición le guste lo que vea en el campo. Eso es muy importante para nosotros. Y luego que tenga buenos resultados también.その後はキャンプ地に詰めかけたサポーターの皆さんに今シーズン最も期待する選手を聞きました。柿谷のオーバーヘッドみたいな。おお、柿谷選手です。あ、柿谷選手。点も取るし、何もできるので、柿谷選手。あ、好きなんですか。です。あ、カリさんの横で。そんなサポーターから一番人気の柿谷陽一郎選手を直撃。セレッソ大阪公認スタジオのたこ焼きレインボーと言います。はい、お願いします。ありがとうございます。まずこのキャンプでの仕上がりはいかがでしょうか。いい感じですね。みんながいい準備できてると思います。開幕戦が神戸が相手ということなんですけど、どういうところを意識してますか。まあすごい選手揃ってますけど、それ以上に僕らの方がいい準備できてると思うので、開幕戦はすごく楽しみです。ここで2人が選手にどうしても聞きたいことを書いたスペシャルカードを用意。選手は書いてある質問に必ず答えなくてはなりません。はい、自分の性格を一言で言うと。クソわがまま。それはやっぱプレーでも出てるんですか。全部全部わがままに、もう自分のやりたいようにプレーするということで、私生活もじゃあクソわがままな感じで。そういうふうに柿谷選手は第一子が誕生したということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりお子さんが生まれて、心境の出産祝いは。あ、お祝い、出産祝いが。ちょっと今ちょっと寒いので、カイロとかが。マジでいらないです。すいません、ちょっとご用意できたみて。生まれる前から、
奥さんが頑張ってるからっていうのもあるし、子供ができてから子供ができて子供のためにっていうのもあるし、うん、まあ、倍になったって感じだ。なるほど、自慢のお父さんっていう感じで、うん、になれるように。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にサポーターの方にメッセージをお願いします。まあ、今シーズンも選手が変わったり監督が変わったりで、まあ、バタバタしましたけど、まあ、選手はもういい準備できてますし、開幕に向けて最高の準備を僕もしていきます。開幕戦よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。その後2人は再びサポーターの方に今シーズン期待の選手を聞きに行くことに。すごい、もう完全装備ででも全身セレストカラーですね、うん、今年もちょっと可愛く奥くんに注目しますね。奥くん、奥野さんですか。はいはいはい、ヘロヘロしている風でフィジカルも強いし、なんか期待できるなと思って中盤頼りになりそうだなと思って見てました。このサポーターの一押しはベガルタ仙台から加入した奥野博明選手。開幕への意気込みとは。多分日本だけじゃなく、まあ、他の国からもやっぱり注目されていると思うので、まあ、そういう相手と対戦できるっていうことは本当に、まあ、あんまりない機会なので、まあ、そこでチームとしていいものを出せればもっともっとセレッソ大阪というチームにこう注目してもらえると思うので、まあ、その中でいい結果を残せたらなと思います。キャンプを見に来た人たちの中にはこんな方も。セレッソ大阪のサポーターの方ですか。いや違います。あ、違うんですか。違うんですね。違うんですか。違います、浦和レッズです。おお、浦和レッズ。じゃあ今セレッソ大阪でこの選手ちょっと怖いなというかやばいなっていう選手はいますか。今年から加入した徳倉選手、結構大きいし、昨シーズンも得点結構取ってたんで札幌で、そうですね、から怖いなと思いました。浦和レッズサポーターが挙げたのは今シーズンコンサドーレ札幌から加入した徳倉健選手。プレシーズンマッチでも結果を出し、開幕戦に向け準備万端です。2019シーズンの本当一番最初の J リーグの試合ということで、もちろん注目もされますし、相手も同じ関西圏、ヴィッセル神戸ということで、彼らのおかげで J リーグ自体も、注目されていることは間違いないですし、まあ、僕らが勝てばより価値は上がりますし、まあ、サッカーは名前でやるわけではないので、まあ、しっかり僕たちは僕たちにできることを準備して、まあ、戦っていきたいなと思います。たこ焼きレインボーの2人が取材を続けていると、グラウンドにはなぜか野球のユニフォームを着る選手の姿が。実はこれ開幕戦で3万枚限定で配られるベースボールユニフォーム。せっかくなので水沼宏太選手にもお話を聞きました。今シーズンのチーム全体の目標みたいなのはありますか。はい、まあ、目標は、必ず優勝っていうところを置いているので、うん、まあ、そこは、絶対、ブレちゃいけない目標だと思いますし、うん、まあ、そこを、セレッソに関わる皆さんは望んでいるところだと思いますし、はい、チームとしてもクラブとしても、そこは、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、すごいなんかカメラの視線を感じますけど、めっちゃいい笑顔やな。何チャンネルの、いやすごいですよ。いいよもう向こう進まないから。ホームビデオ、ホームビデオ。開幕戦は神戸が相手ですけど、意識するところとかありますか。まあ、もちろんあの J リーグ の開幕戦で金曜日にやるということで、開幕戦の中の一番最初の試合なんで、もう絶対注目はされると思いますし、はい、まあ相手もね、僕ら以上にみんなが意識してると思いますけど、蛍がいるんで、はい、まあ、そこは絶対勝てるように、いい準備をしたいなと思います。ありがとうございます。もうカメラの横になって向き合ってますね。撮るとこないからってここばっか撮んなよ。いや欲しがってるじゃないですか。いやマジ欲しがってないから、ね、てかでちょっといいですか。いいから、あっちょっと出る。硬い印象があるということを言ってらっしゃるようです。悪くない。続いてインタビューに答えてくれたのは山下達也選手。
テーマを持ってやられていらっしゃいますか？まあ、新しい監督になってどういうサッカーするかとか、うん、まあ、そういう細かい戦術面の練習の方が多いです。相手が神戸ということで、はい、意識するところとか、まあ、僕は兵庫県出身なんで、はい、まあ神戸っていうチームにはすごく昔から愛着というか、まあ、でも、まあ、セレッソにいる以上関西のダービーですし、そこには勝負をこだわっていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんにたっぷりお話を聞いた後は選手たちの食事会場に潜入。キャンプ中はどんな食事をとっているんでしょうか？さあ、こちらが選手たちがキャンプ中に食べている食事になります。めっちゃ美味しそうじゃない、ね、で今日はちょっと料理長にも来ていただきました。よろしくお願いします。もう、ね、見た目からしてもうめっちゃ本格的ですね。ほんまにレストランみたいな、うん、2人が試食させてもらうのは宮崎県のスーパーフードチョウザメの料理。淡白な白身に濃厚なバターとトマトの風味が効いたたまらない一品です。いただきます。うん、プリプリや。お魚はチョウザメと言いまして、カルノシンという成分が多くて疲れにくい体を作る成分が入ってます。アスリートフードとしてちょっとこうチョウザメが注目されています。宮崎県でこれをこう推奨しています。このチョウザメ使って宮崎県でキャビアを今作ってるんですか？作ってもう全国に発送しています。やっぱりキャンプってなるとちょっと合宿っぽい学食みたいなご飯をちょっと想像してたんですよ、はいはい、なんか想像してたより味もおしゃれで、キャンプ期間長いんで、うん、できるだけ選手の皆さんに飽きのこない味をつけて提供させて。毎回メニューも書いてるんですか？朝と夜と昼昼夜全部メニューも書いてます。へ、他にも選手たちに人気のチキングリルや外国人選手に最も人気なのはパスタ料理。バラエティ豊かなメニューで選手の体作りを支えています。気遣いつつ、うん、満足感のある食事をということで、全然なんかもううちらが旅に来ても楽しめるぐらいの、ね、普通に ねびっくりしました。ありがとうございます。そして次回は新戦力の戸倉選手、藤田選手、奥野選手をたこ焼きレインボーの2人が独占インタビュー。プライベートから移籍の理由までがっつり切り込みます。番組名も近日公開。2月22日開幕戦の相手はヴィッセル神戸。ぜひスタジアムにお越しください。